優勝特典が大きい広告で、本当に私めっちゃゲーム大好きなので、ちょっと待って目がおかしくなってきた。めっちゃゲーム大好きなので、私もめっちゃ頑張るので、ぜひみんなに協力してほしいです。お願いします。ごめんなさい、話下手すぎて何言ってるか全然わかんない。詳細確認してインストールします。ありがとうございます。やった、めっちゃ嬉しい。ツイッターにちゃんと詳しく書いてあります、見てください。しかもゲーム、そのゲーム内で私と一緒に交流できるので、一緒に毎日話しましょう。ロードもモバイルです。はい、ローモバ始めます。ありがとうございます。やった。あつ森は持ってますか？持ってます。けど、全然やってないです。目が綺麗。ありがとうございます。来週のヤンジャン楽しみにしてる。ありがとうございます。もうちょっとチャックを下ろしたら、ごめんなさい。パジャマです。マジでプレイしたい。一緒にある意味。ん？じゃあ、ゲーム一緒にやりましょう。エースが二人ぐらいいる。大好きなので、います。一緒にゲーム内でたくさん話すことできるので、あと私が今何してるかとかわかるからおすすめです。モンストやります。やります。好きなマリオのお気に入りはよし。名前聞くよね。何周年のゲーム、結構昔からあるゲームです。おじさんの顔がアイコンのやつです。そうです。ごめんなさい、私英語読めないです。おじさんの顔がアイコンのやつ。金、頭が金のやつ。で、目の真ん中に青いのがあるやつです。一緒にやりましょう。ローモバって過去にこういうレースやったことある人でも参加できるのかな？できます。運営のさんのツイッターがあって、そこからお問い合わせしてもらうことになるんですけど、ぜひお願いします。てか私めっちゃハマって、城のレベル結構上がってます。やります。今ダウンロードしました。やった、ありがとうございます。韓国人ファンです。いつも応援しています。ありがとうございます。こんばんは。多分全国って日本だけ、多分世界でできるゲームだと思うので、私のツイッターの URL から詳細見て一緒にゲームやりたいです。お願いします。ゲーム超初心者でも大丈夫ですか？大丈夫です。でも最初の設定が結構難しいかもしれないんですけど、URL からダウンロード、私の名前の下にあるダウンロードってところからダウンロードしてもらって、ダウンロードしたらフォームに送ってもらって、お城移動とか結構あるんですけど、初心者でも絶対できると思います。私もゲーム大好きなんですけど、めちゃ下手でもできてます。技術多分あんま関係ないです。レベル25になりましたか？まだ始めたてなのでまだ21です。22だっけ、忘れちゃったけど。撮影会また行きたい。撮影会またやりたいです。私もえっと好きなゲーム何ですか？
今はそのイベントもあるし、あと普通にハマっててロードモバイル好きなのと、あとモンストと最近また荒野やってます。荒野行動好きなゲームベスト3、うん、なんだろう、あーでも倒す系のゲームが好きです。あと技術関係ないゲームが好きです。スマブラ持ってますか？持ってます。撮影会の日程はまだ決まってない、決まってないです。また決まったらツイッターとインスタで告知します。どんな感じのゲームか簡単に教えてほしい。なんだろう、放置ゲー多分放置ゲーなんですけど、お城のレベル上げてなんか兵隊作ったりするゲームだと思います。なので結構やってるのにゲーム性どういうゲームって言われるとちょっとわからないけど、めっちゃ面白いです。なんだっけな、そのゲーム内でチャットがあって そこのギルドチャットのところで私と話せるのでダウンロードしてください。多分私ゲームだったら夜中までやってるんで夜中までも反応できます。自分の部屋ですか？自分の部屋です。散らかってます。モンストのテンスラコンプ、いや、まあ頑張りました。声が綺麗、やった。ママにはいつも虫みたいな声って言われてます。前回の撮影会撮るより話しすぎて楽しすぎた、やったありがとうございます。みんなも撮影会やるとき来てほしいです。バリア忘れたらやばいよ。はい、私そのせいで4回ぐらい攻撃されて、なんか超悲しかった。同じ人に何回もやられたの、嫌がらせすぎる。ママひどいな。いや、まあまあまあ仕方ない、声ひどいから。あ、声が低いんで私。こんばんは。お部屋かわいいですね。ありがとうございます。かわいい、かわいいのか。めっちゃ散らかって、片付けなきゃいけないのに片付けないんですよ。ごめんなさい。小豆色のレオタード可愛かった、やった、ありがとうございます。こんばんは。口に海って書いてなんて読むんですかそれ。こんばんは。そういえば質問のやつやったのに質問の出し方わからなくて、質問返事できない、どうしよう。インスタライブ初めて見た、声めちゃくちゃやった、ありがとうございます。ちょっとカメラを本棚に近づけて見せてくれないか。めっちゃ散らかってるから嫌だけど、めっちゃ漫画ありますけど結構減らしたかもしれない。髪色を変えるとしたら何色にしたいですか？メッシュとかしたことない。金髪はあります。ピンクにしたい、薄ピンク、可愛すぎる、やった、ありがとうございます。東京からこんばんは。私も東京の人です出身千葉だけど、こんばんは。今日からロードモバイルのイベントに参加することになっているので、ぜひみんな参加してください。一緒にゲームやりましょう、楽しい。美しい、ありがとうございます。やった、今日からなの、急すぎ。今日の6時、18時からです。今もう多分2時間ぐらい経ったかな。
18時からなんですけど、画像でしか見たことなかったから話してるの見るの新鮮だし、いえ、やった。まあでも私喋るの苦手す、陰キャすぎて喋るのめっちゃ苦手なんで、ごめんなさい。アプリ入れますね。やった、ありがとうございます。わかんないことあったらあのツイッターとかでリプください。あとはあの運営さんのアカウントがあるのでそちら見ていただけるとめっちゃわかりやすく書いてあります。わ、かわいい。やった、ありがとうございます。なるはやの方がええね。了解、お願いします。ありがとうございます。夜とかでも私あのチャット反応できるし見てるのでお願いします。あとなんかお城から車出てくるの、車馬車みたいなの出てくるのとか見れるから私がオンラインしてるなとかわかると思うから見てて楽しいと思います。声好きですし、ありがとうございます。オタクなんですね。オタクです、めっちゃオタクです。漫画とか大好きです。実物はもっと可愛いのを知ってます。イエーイ、ありがとうございます。こんばんは、僕と一緒、めっちゃオタクです。めっちゃいいですね。やった、何が好きですか。アニメ、インフルエンザかかったけど元気出ました。おー、インフルエンザ辛いですよね。すべてがパーフェクト、明日大事な試験があるんで鍋頑張れって言ってください。鍋さん頑張ってください。同卓だよね。同卓です、超同卓、めっちゃ詳しいと思います、いろいろ。了解です、拡散します。あー、やった、お願いします、めっちゃお願いします。笑った顔いいですね、ありがとうございます。変な悪いことだけど、めちゃくちゃ可愛い。やった、ありがとうございます。英語読めないのでごめんなさい。フィギュアがすごく多いですね。そうですね、めっちゃ散らかってる。ちゃんと片しとなきゃいけないんですよ。シンプルにめちゃくちゃ好きです、ありがとうございます。やった、 DVD の制服姿が可愛かった、ありがとうございます。まだ制服いけますかね、今年で23になるけど。笑顔が素敵ですね、ありがとうございます。ハンターハンター何編、グリードアイランドか。まあでも試験の時も好きだな。まあやっぱでもほんとグリードアイランド編が大好きです。あのハンターハンターに関してはマジで超好きです。フィギュアとかめっちゃ持ってる。こんにちは。身長どれくらい？166とかです。ワンピースの好きなシーン、ワンピースの好きなシーンどこだろう。うん、ワンピースは結構あの選べないレベルでどのシーンも好きで、でもキャラで言ったらキッドが大好きなので、キッドが出てるシーンは、シーンっていうかあのキッドが出てるところはめっちゃテンション上がりながら見てます。笑顔が素敵ですね、ありがとうございます。歯並びありがとうございます、恥ずかしくなる。同い年なのが嬉しい。おお、2000年生まれだ。イエイ。水着姿の写真見てひたすら目の保養にしてるけど、喋ってるの見たらさらに興味が湧いて。やった、めっちゃ嬉しい。喋るの変なんですけど、ありがとうございます。ジャンプ系が好きなの、大好きです、ジャンプ。めっちゃ、本当にほぼジャンプしか読んでないかも。ジャンプラでめっちゃ読んでます。最近も読み切り、毎日読んでます。ツイッターもインスタも見ていつもやらされています。頑張ります、ありがとうございます。クセッキは昔から、クセッキですか。私全然超ストレートじゃないですか。あーでもわかんない、前髪はなんか生えあれがあるかも、生え癖。エースが一番好きですか。いや、ワンピースはキッドが一番好きです。何やと思って見てたけど、エミリア、レムかな。あ、そうです。エミリアとレムなんですけど、あの、私は、ラムが一番好きです。まさかのキッド。キッドは出始めからめっちゃ好きです。
バウンティーラッシュはきっと使いです。バウンティーラッシュはやってないんですよね。今アニメできっと大活躍、でも本当にそうですよね。ワノ国は超楽しい。そういやキッドと爆豪が好きなオラオラ好きなそう、あの岡本信彦さんのやってるキャラがめっちゃ好きです。タバコは1日何本吸いますか？吸わないです。タバコは吸わないです。と関西でもイベントか何かしらしてほしいです。関東はなかなか行けなくて、あ、撮影会とかで数回行ったことあるんですけど、また何かあったら告知します。関西ご飯美味しいから好きです。顔面可愛い、やった、ありがとうございます。お尻はイエーイ。お尻鍛えてる、鍛えてないけどめっちゃ鍛わってます使えないですあ、でも私もなんかあのブリーチの挽回とかは結構小学校の時とかやってましたこんばんは、こんばんは。2000年生まれなんですね、最近だ生まれたって、もう23年経っちゃいましたね。23年、下からじゃあ質問し、タカラちゃんの仕事以外でこの春やりたいことは、桜の前で写真撮ってその後でめっちゃご飯食べたいです。会えるイベントを、あー、めっちゃやりたいです。頑張ります。できない今ローモバやってます。資源採集、おお、私のギルド入ってくださいてかダウンロード URL からダウンロードしてほしいです。一緒にゲームやりましょう。ロモバの宣伝のところから来ました。やった、ありがとうございます。ぜひ一緒にロモバしましょう。最近忙しいですか？まあ、桜ポトル、桜、本当に桜で撮りたい。でも花粉すごすぎて外出たくない、そうすぎてめっちゃ引きこもってるんですよね。セカンド DVD 発売しますか？発売したいですね。 DVD 撮影めっちゃ楽しかったから。長い髪が本当に素敵、やった、ありがとうございます。私もロングのが似合うと思います。この前新宿、その読み方がわからないで桜見たんですけど、とても綺麗なのでおすすめです。行ってみます。あ、でも上野も行きたい、パチンコ打ちたい、打ちたい、私も打ちたいですすげえモデルさんみたいな一応グラビアですエーペックスはやりませんね。私な、あのあれ系めちゃ苦手です。荒野はやってます。暇な時って何してるんですか？ゲームか、ご飯食べるか、寝てるか、漫画読んでるか、アニメ見てますしました、よろしくお願いします。イベントのルールが公式ホームページに書いてなかったんですけど、今回は共闘のポイントあります、あります、あります。私それがあんままだ理解してないので、めっちゃ教えてほしいです、詳しい方あ、これは英語読めるかも。何、あれ、エキゾチックショートヘアが好きです。DVD 出してほしい。レオタード必須。レオタード私も好きです。好きです。やったー、ありがとうございます。いや、新宿御苑いいな、行ってみて。綺麗な涙袋引き込む。ありがとうございます。
土日祝日は予約しないと入れないので要注意です。おう、俺は祝日に桜見に行って財布落としました。交番に届いたけど気をつけて。はい、財布はまだ多分一回も落としたことないです。あなたのインスタグラムの写真を見てきましたが、ベーグルですって、ベーグルってご飯ですか。顔とか太りたくないけど胸を大きくしたい、どうすればいいですか。タカラさんみたいな体型になりたい。まあ一回太るしかないかもしれない。部屋着は今日着ている色とか多いのかな。いや、今日は外向けな部屋着で、普段は T シャツです。 T シャツかスウェットです。ゲームしやすい格好でいる。俺の猫カフェの推しのエキゾチックロングヘアの子見せたい。めっちゃ見たいです。見せてください。今絶好調です。絶好調ですよね。あ、ごめんなさい、絶好調ですとかって言っちゃった。はい、好き。あ、やった、やっほ。花粉やばいなら筋肉注射打った方がいいですよ。痛いですか。どこに打つんですか。それで治るなら気になる。俺も初めて財布落としてよ。カバン開けっぱなしでカメラに用意しようと。あー、でも最近、でもこの間もあれだった。初めてバッグ開けっぱなしだった。ツイッターもフォローしましたって言おうとし思ったらすでにしてた。ありがとうございます。外向けの部屋着、そうです。ベーグルは韓国式の略語で、ベビーフェイスとグラマーのハック。あ、初めて知った、初めて知りました。ありがとうございます。褒め言葉だからだよね。やった、待って、質問のやつやろうと思ったのに、なんかあれだった、めっちゃコメントやっちゃった。とあれ、あ、待って、体重何キロ、48とかです。一番好きなアニメはリボーンとハンターハンターです。超大好き。ひばりきょうや推しなんです。最推し。何回も財布落としたことある。でも結構財布落とす。ママも財布落としたことある気がする。撮影会いいです。水着もいいけど部屋着みたいなのも行きたい。あ、いいですね、めっちゃ。でも部屋着ってどういうのが。可愛い部屋着全然持ってないですよ。いつもチーカーの T シャツ着てる。と、WBC は見ましたか？見てないです。見てないんですよね。ホームラン打った瞬間は見ました。体型キープの秘訣を教えてほしいです。あとおすすめのスキンケア。体型キープは、なんだろう。まあでも一日一食しか食べてないかもです。でおすすめは、めっちゃあるから後でツイッターじゃなくて、後でストーリー載せます。コスメデコルテのリポソームかな。リポソームと、結構デパコスと薬局のやつ使い分けてます。部屋着はジェラピケしかわからないな。あー、でも最近なんかスナイデルホーム、あれスナイデルのやつとかも出た気がします。韓国料理好きですか。俺は大好き、超好きです。あれが好きです、サムギョプサル。エクボかわいい、やった、ありがとうございます。一応二つある。
部屋着はモコモコの可愛いやつもいいし、セクシーキャミもいい。あー持ってないわ。まあ、撮影会とかで着るならいいけど、家で絶対着ない。ギルドに入るには K1259 の王国に移民する必要があるって言ってくるのですが、どうする？あ、それ、あの、方法があって、あの、ちょっと待って、多分今 iPad 開きます。ちょっと。まあ、ロードモバイルのイベントに参加することになっているので、あの、ギルドの入り方を今教えてます。なんか画面の左下に地図マークあるの分かりますか？その地図マーク押したら、あの、多分記憶が正しければ ID かなんか、あの、入力するところがあると思うんですけど、そこで名前入力して、で、それの設定が終わったら、あの、真ん中に虫眼鏡マークがあって、そこに座標を入力したら移動できます。説明下手でごめんなさい。でも、あの、なんだっけ、この入力してできると思うけど、できないかな。まあ、詳しいやり方とかは、あの、公式のツイッターに載っているので、そこ見ていただけると助かります。漫画アニメ好きなの？大好きです。この頃韓国ではスラムダンクとスズメの戸締まりが、お前の映像を見れば、あ、そう、後ろに漫画多いです。スズメの戸締まりも見ました。 UFO キャッチャーハマりまくりです。特にスヌーピーグッズですね。 UFO キャッチャー苦手なんですよね。はじめまして、理想的な体型は誰ですか？最近えなこさんにハマってます。かわいい。 Are you from Japan? そうです。たからちゃんの撮影会行く行く詐欺してるから、そろそろ行く。来てください。何時まで配信しますか？でも30分目安だったので、そろそろかな。次の写真集はいつ？まだ一度も出してことないので、写真集出したいです。新田優ちゃんの写真集見ましたか？見ました。新田さんの写真もちろん。スタイルが神だから写真集みたい。写真集めっちゃ出したいです。頑張ります。応援してください。もう一回告知しとこう。あの、ツイッター見てくださってる方ならわかると思うんですけど、今日の18時からロードモバイルのイベントが始まっていて、そのすごいファンの方の協力がすごい必要で、めっちゃ協力してほしくて、そう、協力してくださった方には私からの個別のメッセージ動画送るので、ぜひ協力してください。私が優勝したら、あの、でっかい広告になるので、めっちゃ広告になりたくて、あとゲーム大好きなので超頑張りたいので、ぜひ応援してほしいです。一緒に優勝したいです。
今の私のお城レベルが多分22とかなのかな。22とか。得点は水着どうしようかな。水着希望の人が多かったら動画水着で撮ります。なのでぜひぜひ応援してください。一緒にゲームやりましょう。個別の私からの個別の動画と、あとイベント限定のイベント限定の T シャツがゲットできるのでお願いします。漫画いっぱいいっぱいです。アーシャ前からこれだっけ。わかんない、なんだなんだろう。水着なら絶対する。じゃあ水着にしよっかな。じゃあせっかくだし、個別の動画なので、あのちゃんと限定で、あ限定ですよ。ぜひぜひぜひお願いします。時間も多分ちょうどいいし、今回のエクステしたんですか。はい、してます。エクステ今日のインスタライブじゃこのここら辺で終わろうかなって。イベントのことについてわからないこととか難しいことあったら私にリプください。あ、それかあの公式の運営さんのツイッターがあるので、そこから問い合わせていただけると助かります。ヤンジャンいつ掲載ですか。来週の木曜日発売かなだと思います。あれもう告知出てると思います。多分お部屋が想像以上にオタクでびっくり散らかってるけど終わるつもりじゃない、そろそろかなと思っています。またでもまたやるのでぜひ来てください。てか今日何曜日だっけ。木曜日だ。みんなみんなあれです、明日も仕事ですよね。いつものようにキモリップ、キモキモいと思ったことないです。大丈夫です、大好きです、ありがとうございます。でももうそろそろ終わろうと思うので、グラビア撮影でももっと笑顔見せてくださいね。はい、見せます。はい、今日はここら辺で終わろうかなと思うので、また配信するときぜひ来てください。イベントの詳細あのインスタのストーリーにも載せるので見てほしいです。一緒にゲームしましょう。体調崩さず頑張ってください。頑張ります。あ、インフルエンザあのお大事にです。喋ってる宝さんが見れてよかったよ。やった、終わってしまうのが好きです。ありがとうございます、お疲れ様です。お疲れ様でした。やんじゃん買います、ありがとうございます。買ってください、めちゃ告知するのでツイッターとか見てください。フィギュアください。嫌です、全部宝物です。また配信してください。はい、配信します、スクショいただきます。はい、バイバイ。バイバイ。また、また、またやりますね。バイバイ。おやすみなさい。明日もお仕事頑張ってください。明日平日だよね。DVD 買いました。ありがとうございます。じゃあまた。バイバイ。